皆様、こんにちは。ラジオシャイニーナンバーズのお時間でして、第5週目のパーソナリティは私、頼田は吉野と申します。ラジオというのは託船のようなものと伺っておりまして、本日は私が星々から聞いた声を琴の葉として紡ぎ、皆にお届けした。ああ、よしのよしの、ラジオの趣旨がちょっと違うかも。もう、ミオさん、どうかしまして？台本だと、このラジオは今注目のアイドルたちがみんなとキラキラした日々を過ごすために、リスナーの皆さんと一緒に手作り感覚でお送りするスペシャルラジオ番組って書いてあるよ。ふむ。ですが、キラキラした日々というのは幸せな日々ということでしょ？うん。そして人は皆この星に生きるものでして、皆の声はすなわち星の声の一部なりて。おー、私の務めは皆を幸せにすること。うん。星の声を聞き、私が琴の葉を紡ぎ、それを届けて皆を幸せにできれば、できればこのラジオの定めを果たすことになりましょう。わかってもらえたなら何よりでして。それでは参りましょう。うむ。シャイニーナンバーズ、始まり始まり。シャイニーナンバーズ、お便りのコーナーでして、これはリスナーの皆からのお便りを紹介しながらトークをしていくコーナーでして、それでは本日のお客人を紹介しましょう。はーい、ゲストの本田美代です。今日は張り切って吉野の助手を務めたいと思います。よろしくお願いします。吉野、さっきはオープニングトークに乱入してごめんね。いえいえ、美代さん、ラジオに不慣れな私を支えてくださいませ。二人で良き番組にいたしましょう。うん、任せて。盛り上げ番長の美代ちゃんが吉野のラジオを賑やかにしてみせるよ。頼みました。ではお便りを紹介する務めを委ねましょう。ははー。じゃあ1つ目、ラジオネームカモンさんからです。頼田吉野ちゃんに質問です。今回の総選挙は見事華々しい結果に終わりましたが、何か次の目標や夢はありますか？具体的なものがあったらぜひとも教えてください。ということで、まずは吉野、総選挙第5位おめでとう。皆の支えがあってのこと、皆皆誠にありがとうございました。うんうん。それじゃあ吉野の目標とか夢ってあるの？オープニングで申したように、私の務めは皆を幸せにすることでして、うんうん、アイドルになる前まではババ様と人々の悩み事を聞いておりました。へえ。吉野の家って何かお店とかやってるの？お
ヨリタの家は、昔から。おお。拝み屋の血筋だったと聞いています。なんだか凄そうだけど、つまり、どういうこと？祈りを捧げ、人々の話を聞き、困りごとを解決するものでしょうか。へえ、それすっごいじゃん。じゃあ悩み事とかを解決してくれちゃうんだ。ただものじゃないとは思ってたけど、すごいんだね、ヨシノン。いえいえ、私はただ声を聞くだけでして。謙遜しなくていいっていいって。あ、ごめん、話の腰折っちゃった。それで夢とか目標だよね、何かある？ええ、続けて続けて。アイドルになり、今までよりも随分多くの人の思いや願いに触れるようになりました。どれだけ高みに登ろうとも、そのすべてに寄り添うことのできるような、そんなアイドルでありたいと思っております。そうだね。どれだけファンの人が増えても、一人一人を見つめてあげられる、そんなアイドルになれたら素敵なことだよね。ええ、共に修練を積みましょう。一緒に頑張ろう。じゃあ次のお便り行こうか。ラジオネームアメネコさんからです。吉野ちゃん、総選挙お疲れ様でした。吉野ちゃんは伏せ物探しが趣味ですが、探し物をする時のコツなどはあるのでしょうか。はぁ、これ私も聞きたいやつ。何か伏せ物でも？部屋の中でつい物をなくしちゃうんだ。ヘアピンとかシャーペンとかそういうの。ふむ、整理整頓を心がけてはいかがでしょう。なるほど。で、正論すぎるよ、吉野。正しき道は意外と当たり前のことだったりするのでして。なんだ、こうすごいお告げがビビビッとくるのかと思っちゃった。声ははっきりと答えを教えてくれるものではありませぬ。伏せ物の声に耳を傾け、心に思い描くのです。伏せ物の姿を。なるほど。よし、シャーペン、先週買ったばっかのずっと尖ったままかけるオレンジのかわいいシャーペン。はっ、声が聞こえまして。そういえば事務所で台本チェックするのに使って、そのまま置きっぱにしてたかも。では帰りに見てみましょう。きっとシャーペンもミオさんを待っておりましょう。あー、気になるけど、ラジオ終わってからね。じゃあ次行こう。ラジオネームイスカさんからです。ヨリタ、ヨシノちゃん、総選挙5位おめでとうございます。ありがとうございます。質問なのですが、今まで集められた石ころの中でお気に入りを教えてくださいってことなんだけど、ヨシノンの趣味だったよね、石ころ集め。はい、趣味と実益を兼ねて石ころを集めております。実益？何かいいことあるの？高く売れるとか？うん、そのようなこと。石にも意志がありまして、力のある石は私たちを守ってくれるのです。石、石にも心とか考えがあるってこと？その通りでして。
じゃあグッドな石はお守りになってくれるんだ。丸く柔らかい石は優しい石なのですよ。トゲトゲと荒々しい石は強い石。すべて個性があり、力を秘めているのです。なんか面白い。あれだよね、パワーストーン的なやつだ。違う？皆のわかりやすい考え方で捉えればよろしいかと。じゃあ、ヨシノンのお気に入りの石は？ふむ。一つを選ぶとしたら、やはり、はじめの石ころでしょうか。はじめ？って、一番最初に拾った石ってこと？はい。幼い頃、私は、ババ様のお手伝いで、山へ分け入り、山菜を取っておりました。うんうん。その時、気づくと、ババ様とはぐれてしまいまして。え、大変じゃん！それで？山の中、一人で途方に暮れていましたら、不意に、強く心惹かれる石がありまして、大きくて、暖かく、私には、輝いているように見えました。その石を抱きしめると、心が落ち着き、不安は晴れていきました。へえ、その石が慰めてくれたのかな？そうして、その石と一緒に、じっと待っておりましたら、ババ様が私を見つけてくださったのです。ヨシノンのババ様も探し物が得意なの？ババ様に見つけられないものはないほどです。おー、ババ様は言いました。この石がヨシノのところまで導いてくれたと。不思議なお話だね。はい。それから石ころを集め始めたという次第でして。じゃあ今も集めてるの？こちらに来てからはなかなか、都会にはあまり良き石は少なく、ただお仕事で日本各地に向かうことがありますゆえ、今まで見たことのない石に出会えたのは良きことかと。そっか。じゃあこれからももっといろんな地方でのロケに行けるといいね。ええ、精進いたします。そろそろお時間みたい。皆さん、たくさんのお便りをありがとうございました。ご紹介できなかったものもすべて読ませていただきまして、皆のお心嬉しく思っております。それでは以上、シャイニーナンバーズお便りのコーナーでした。ナンバーズランキング。このコーナーではお題についてパーソナリティがランキング形式で回答をしていきます。じゃあ早速お題の抽選いっちゃおう。じゃか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 じゃん、引きました。どれどれ、お題はじゃじゃん、今までに見つけたすごいものランキング。私が
今まで見つけたものですか。うん。5位からランキング形式で発表よろしく。では、ヨシノンの今までに見つけたすごいもの、第5位は？指輪でして。指輪？どんな？結婚指輪をなくしたという男性がいらっしゃいまして、私が見て差し上げたところ、たくさんの指輪の声が聞こえました。たくさん？普通結婚指輪って一つだよね。ええ。なんとその方、すでに何人ものお相手と結婚していたようで、どの指輪が求めるものかわかりませんでしたので、その旨お伝えしてお引き取りいただきました。え、いきなりすごいの来たけど、掘り下げると危険な匂いがするから、次、では第4位は？猫です。ペット探しもするんだ。はい。探し猫が迷い込んだ集会所は見つけたのですが、14匹同じような柄の猫がたくさんおりまして。じゃあどうしたの？ボスのお猫様にお話を伺いまして、見つけました。え、本当に？冗談でして、オスの三毛猫だったので、見分けがついたのですよ。そうだよね。って、オスかメスかもパッと見じゃわかんなくない？本当に猫と話してないよね。どうでしょう。あ、後でミクニャに聞いてみるか。ミクさんは猫の神様に守られていますからね。ちょっとヨシノンの底が見えなくなってきたところで、次、第3位。コンビニです。どこか秘境の奥地にある幻のコンビニとか？コンビニはコンビニでして、日本のどこにあっても変わらないのがコンビニでしょ？いや、知ってるけど。私の生まれ育った場所にはありませんでしたので、夜でも朝早くでも開いていて便利ですが、働いているものはいつ寝ているのかと心配で。シフトがあるんだよ。夜働く人と朝働く人と別の人なの。ああ、そうなのですか。夜に働く人は偉いですね。吉野は日が落ちる頃にはもう眠くなりますゆえ。寝るの早いんだね。ちなみに起きるのは？日の出とともに目覚めます。やっぱり。朝早く事務所に来てお掃除したりしています。えらい。ちょっと見習います。では、今までに見つけたすごいもの、第2位。カレーせんべいです。おせんべい？は、ヨシノンって確かおせんべい好きだよね。ええー。お醤油味の手焼きのおせんべいばかり食べておりました。ところがある日、事務所に置いてあったおせんべいをいただきましたら、カレーせんべいだったようでして。大丈夫だった？舌がびっくりしてしまいまして、お茶をたくさんいただきました。ありゃ、口に合わなかった？それが、なぜか2枚、3枚と食べて
てしまう味でして。お、ヨシノン、さてはハマったね。これが、ハマるという気持ちなのですか？ふむ。カレーというのは、恐ろしい味付けですね。っていうか、それが2位って、相当カルチャーショックだったんだ。さ、いよいよ最後です！ヨシノンが今までに見つけたすごいもの、第1位は？アイドル、でしょ？なるほど！鹿児島の離島に暮らしていた私が、今こうして、都会に出てきたきっかけは、私のプロデューサーとの出会いでして。うん。そして、そのおかげで、私はアイドルという存在になりまして。ゆえに、たくさんのファンと出会い、ファンの皆に支えられ、今ここで、こうして、お話できております。アイドルというのは、まことに素晴らしきもの。そうだね。アイドルになったから、私なんかや事務所のみんなとも出会えたし、ファンのみんなに知ってもらえたんだよね。ええ。ですから、この出会いや、こうして過ごせる時間。アイドルという存在に変わらぬ感謝を。そうだね。ありがとうって気持ち忘れずにいようね。はい。以上、私の今までに見つけたすごいものランキング。いかがでしたか？ヨシノンをもっと知れてよかったと思う。きっとこれを聞いてるみんなも。であれば、良きことかな。というわけで、以上、ナンバーズランキングでした。時間が過ぎるのは早いもので、とうとうお別れのお時間となりました。いやー、早いね。ヨシノン、初パーソナリティはどうだった？そうですね。楽しくお話できたかと。私一人では、聞いてくださる皆が、居眠りしてしまうラジオになったと思うゆえ、ミオさんがいてくれてよかった。ヨシノンの声、癒しパワーがすごいもんね。これからもどんどんその声みんなに届けていってよ。ええ、頑張ってみせましょう。それでは、シャイニーナンバーズはこれにておしまい。パーソナリティの依田佳乃とゲストの本田美代でお送りしました。じゃあ最後、佳乃よろしく。お任せあれ。終わりの言葉は皆の願う言葉です。皆様がこれからもずっとずっとキラキラの魔法に包まれますように。バイバーイ。